矢田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。皆様こんばんは。マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。女優の佐々木千秋です。この番組ファントレタイムはマーケティングの観点からファン、つまり楽しいことをトレード交換したり共有していこうよというコンセプトの番組です。はい、で、あのつかぬことをお伺いしますが、矢田部さん、はい、今世の中夏真っ盛りじゃないですか。そうですね、暑い日々が続いております。うん、ね、そうですよね。あの矢田部さんが専門とされるマーケティングとかコンサルティングの分野においては、はい、夏とか季節とかって関係とか影響ってあったりするんですか。はい、実はですね、はい、マーケティングコンサルタントなんで、はい、まあ、ちょっとね、一般消費者さんとは違うんですけど、実は影響がありまして。そうなんですか。はい、私たちの業界ですと、はい、例えば4月というのが実は繁忙期といいますか、はい、あのお客さんが増える時期になります。うん、はい、実はですね、4月ってみんなが何か新しいことをしたいとかですね、はい、あの企業としても今年は新事業に、新しく取り、組んでいきますよと、はい、そういった時期になりますので、じゃあそういった時に、まあ、マーケティングのコンサルタントさんにお知恵を、はい、あのお話聞きましょうかという方がですね、はい、増えてくださって、うん、まあ、そういう挑戦する月といいますか、これから新しいことを始める月なので、はい、まあ、結構ですね、季節性が出てくるのかなと思います。なるほど、はい、やっぱこう新しいスタートっていうところでね、4月ってやっぱ、ね、年度始めですもんね。なるほどなるほど、そういう気持ち新たにっていうのもあるんでしょうね、やっぱりね。気持ち新たにっていうところがやっぱりありますね。ありますよね。私もありますもん、ね、もちろん皆さんありますよね。ありますか。はい、もうね、また5月になっちゃうとちょっと忙しくなっちゃったりして。そうですね、はい、そういうのがやっぱりあるんですね。はい、あとはですね、逆に言いますと、はい、8月っていうのはちょっと実は落ち着く時期でして。え、そうなんですか。はい、実はですね、まあ、はい、おそらくこれはおそらくになっちゃうんですけど、はい、8月、まあ、お休みもあるし、ちょっと暑いから、うんうん、一休みしようかなという方も多いのかなというイメージはありますけど、はい、8月はちょっと暇になってくる。そうなんですね。はい、まあ、季節性があるんですね。意外な、そうだったんですね。はい、知りませんでした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではですね、オープニングトークに戻らせていただきまして、このファントレタイムメインパーソナリティ矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。よろしくお願いします。はい、矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、東京大学大学院をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、その後ファントレ株式会社を創立されました。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究され、ウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発、動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで約300社以上のウェブマーケティングコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在はコンサルティング以外に美容院、保育園経営なども手掛けられ、その若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。ありがとうございます。そして私、佐々木千秋は日頃はドラマや映画を中心に出演させていただいております。でその他、現在に、佐藤製薬様、リゾン様、他の CM をはじめ、ここ市川うらら FM で言霊アラカルト、愛され召し上がれでもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今回最初のコーナーは、今月のイクメンリポートのコーナー。このコーナーは、先ほど略歴をご紹介させていただいた通り、世に言う IT 企業の社長様でいらっしゃる矢田部さんが、他の IT 社長の皆さんとは違い、ご結婚されておられ、そして子供さんがお二人、その上きちんとお二人のお嬢さんの保育園の通園など子育てもきちんとこなされている、いわゆるイクメンとしてですね、あの頑張っていらっしゃる姿を毎月リポートしていただこうというコーナーとなっております。はい、はい、それではですね、あのまずお子様たちの基本的な情報を、まあ、ちょっとだけですね、はい、ご紹介お願いできますか。はい、ありがとうございます。はい、まず、まあ、イクメンというとね、はい、あのまあ、妻のこう一緒に協力しながらですね、子育てをさせていただいているので、イクメン、ちゃんとイクメンパパになれるように頑張ってる日々なんですが、はい、私はですね、娘が2人、はい、3歳と6歳の女の子です。はい、で、まあ本当に長女らしい元気で、うん、頑張り屋の長女と、はい、まあ、どちらかというと甘えん坊上手な、まあ、次女ですね。はい、まあ、そういった2人とですね、はい、楽しくやっております。はい、はい、ではですね、はい、まあ、そんなお二人のお嬢さんの、まあ、今月のとですね、コーナータイトルにありますので、うん、はい、この1ヶ月一番のトピックス、うん、でそこで、まあ、矢田部パパどう頑張ったのか、うん、または頑張れなかったのか、うん、
についてお話しいただけますでしょうか。はい、はい、実はですね、夏休みということで、はい、昨年の夏休みにですね、はい、まあ娘、長女の方が、まあ夏休みだし、うん、実家、私のまあ実家で、私の実家ですね、はい、まあ母親と父親がいる、はい、娘にとってはおじいちゃんとおばあちゃんがいる家に、はい、まあ、お泊まりをさせてみようっていうことをですね、考えました。おお、そうなんですね、はい、お泊まりですね。でやっぱりですね、まあ1週間ぐらい、はい、東京にねずっといるよりは田舎で一回こう楽しく夏休み過ごしてこいと、はい、まあ、そういった意味も込めてですね、はい、まあ、長女の方に言ったら、まあ、長女のいとこにあたる、まあ、僕の姉の息子なんですけど、はい、まあ、ちょっとお兄ちゃんがいるので、じゃあ一緒に泊まりに行くということで、1週間しっかり、1週間って結構長いですよ ね、 ね、長いんで、こっちももうドキドキで、そんな離れたことが今までやっぱりなかったので、はい、もう大丈夫って言ってね、寂しくないかなみたいな感じで、はい、もう毎日こっちから電話しちゃうような実家の方に、はい、そうするとですね、まあ娘もさすがで、はい、全然寂しそうにもせず、お、もう電話しても何みたいな感じで何今遊んでるんだよみたいな感じの、ちょっと邪魔しないでくれるぐらいの感じでですね言ってきて、まあ、寂しくないのって言っても楽しいと、はい、今日何したのって聞くと、もうプールに行ったとかですね、はい、映画館に行ったとか、お勉強したとかね、まあ楽しくですね、はい、してもらっ、していてですね、はい、なかなか、で、まあ、親もですね、私の親ですね、はい、まあ、64になるんですけど、はい、まあ、まだまだ元気でね、2人子供が来たらですね、もう張り切っちゃって、はい、いろんな場所に連れてったり、お祭りに連れてったりということで、楽しんでおりました、はい、なので、まあ、僕らが思っている以上に子供っての成長がね早いのかなと。そうですね、で私たちの方がやっぱりこうちょっと大丈夫かなって心配しちゃいますもんね。気になっちゃうね、こうちっちゃいから。はい、それで下の子はですね、はい、まあ、今度お姉ちゃんがいなくなって、まあ、初めてお姉ちゃんがいない状況なんですけど、はい、まあ、寂しそうにするのかなと思ったら、やっぱりパパとママと、はい、まあ、自分だけの3人の、これも初めてなので、はい、もう今までとは別人のようにもうこう甘えてきてですね、かわいい、いろんなことを話すんですね、もう、はい、これはママはここねとかね、パパはここ座っててとか、なんかまあそういう風にですね独り占めできるぞということで、かわいいな、これはかわいかったですね。きっとね、お姉ちゃんがやってることを自分もやってみたいってちょっと思ってたところはあるんでしょうね。日々ですね、きっとお姉ちゃんに一応気を使うのか、ありますけど、その、はい、やっぱ自分を出せてないところを全力に出してですね、まあ、次女は次女で、はい、新しい一面が見れて楽しかったなと。そうだったんですね。そうです、こうなかなか1週間お子さんと離れるってやっぱり不安なところが多いんじゃないかなと、私は親にはなったことないですけど、不安なんじゃないかなって思うんですけど、まあ、そういう積み重ねでやっぱりこうどんどん頼もしくたくましくなっていく姿見るのってやっぱり楽しいですよね。楽しいですね、子供は成長してるんですね。そうですね、早い。いやもう本当に今回も矢田部さんのイクメンぶり聞かせていただきまして、はい、はい、まあ、ビリティがね、はい、すごく家族紹介みたいになって、いや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 、今後の私の参考になりました、はい、ありがとうございます。以上、今月のイクメンリポートのコーナーでした。続いてのコーナーは音楽玉手箱。このコーナーは同世代の私と矢田部さんが自分たちの青春というか熱く今でも強く刻まれている楽曲について我々の独断と偏見でちょっと語ってみようというコーナーです。今回は矢田部さんに玉手箱の元バンプオブチキンさんの天体観測という楽曲をお持ちいただきました。はい、はい、ね、バンプオブチキン、はい、はい、天体観測、いや懐かしい、はい、懐かしい、はい、知っておりますよもちろん。はい、実はですね、これ僕の高校時代 の、はい、曲だなんですけど、はい、高校時代先日もちょっとお伝えしたかなと思うんですけど、僕14キロぐらいを、自転車で漕いでまして、はい、そうですね、そうするとまあ大体1時間弱ぐらいはこう自転車の上にいるんですけど、はい、その時の音楽でこの天体観測を聞くんですね。で当時男子校で、はい、まあ、この淡い恋なんてものも、まあ、あんまり周りにもなく自分にもなく
はい、この曲を聴いてですね、はい、そうするともう本当に栃木の田んぼ道の田舎だと、うん、まあまあ星も綺麗。ああそうでしょうね。その星を見ながら自転車を漕ぎながらまあいつか俺もこういう、こう淡い楽しい恋ができるんじゃないかということをですね、はい、思いながらこの曲をずっと流しながら、はい、漕いでたのすごい覚えてます。そうなんですね。本当にこの曲を聴くと、はい、まあ、あの田んぼ道が思い浮かんできますし、ああなんかそういうこう何かに向かって自転車を毎日、漕いでたっていう日々が思い浮かんでですね、すごい感慨深い曲なんですね、はい、あでもやっぱりこう、ね、帰り道に聴いて、ね、空が見えて夜空が見えてってのから、はい、もうぴったりですよね。ぴったりの曲で本当にね。まあ今最近でもですね、はい、この曲好きで僕の聴くんですけど、はい、この曲、まあ、見えないものを見ようとして、うん、貿易を覗き込んだということで、はい、結構聞きようによってはですね、うん、何かこう人生を語っているようなところもあって、はい、これはこれで年取ってから、うん、今聴いてもですね、はい、いい曲だなと。そうですね、今でもよく曲なんですよね。やっぱりこう昔聴いてた感じとまた、ね、大人になってから聴くのとでは受け取り方ちょっと変わってきますよね。はい、私もちょうどまあ高校生だったので、うん、こうちょっとおしゃれな女の子がすごいバンプオブチキンさんのファン で、 あ、そうですか、すごいこれがいいんだよっていう風にして おすすめしてくれたんですけど、うん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 、なんか私のイメージですよ勝手な、うん、なんかキャンプ場で、キャンプ場ですか、キャンプ場でこう夜空を見ながら、はい、みんなで将来のことを語り合ったみたいなイメージでこの曲を見て、なるほど、いたんですよ。あ、はい、なので今も変わらずやっぱりそういう未来について、なるほど、っていう感じで今も聞いちゃいますね。あもうじゃああれですね、確かにまあ聞き手によって、はい、まあ、いろんなメッセージを受け取れる曲なのかもしれませんね。そうですね。なるほど、もう僕は全くもう恋愛の曲だと思って、はい、いや恋愛の曲かなというふうにも思いました、はい、うん、いろんな捉え方があるなという感じですごい好きでした。あそうですよ ね、 ね、すごく懐かしいなということで、はい、はい、今回はご紹介いただきました。で夏の夜空、ね、見ながらぜひ皆さんもね、あ、また改めて聞いていただけたらいいかなと、はい、思っております、はい、改めまして今お聞きの番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはマーケティングラジオ講座のコーナー。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様にショートショートセミナーという形でマーケティングの基礎的知識や発想、我々の日常生活から感じ取れるマーケティングについてですね、矢田部さんにワンポイントアドバイスをしていただきます。はい、では矢田部さん、今回もよろしくお願いいたします。はい、はい、今日はですね、はい、ちょっと難しい、ように聞こえるかもしれませんが、はい、なるべくわかりやすくお伝えしますので、はい、よろしくお願いします。今日はですね、はい、マーケティングチャネルの重要性についてお話をしていきたいと思います。マーケティングチャネル、はい、これはですね、はい、マーケティング用語でマーケティングチャネルと言うんですけど、はい、まあ、チャネルというのは英語にするとですね、はい、チャンネルっていう書くので、うん、まあ、ほぼ一緒の意味で、捉えてほしいんですけど、はい、マーケティング要するに生産者ですね、はい、作り手から消費者さん、はい、実際に使う人までに、届けるための流入経路を、うん、まあ、チャネルというふうな呼び方をしてるんですね、はい、なので、まあ、いわゆるチャンネルとすごく似ているところはありまして、はい、どの経路を選ぶか、どの経路で、そのお消費者の方に届けられるかというですね、まあ、その選択肢がいろいろあるよということの、まあ、意味を込めてチャンネル、チャンネル、はい、でこれはですね、はい、例えば今までの、まあ、過去のマーケティングチャンネルでいうと、はい、まあ、メーカーさんが、テレビにですね、はい、CM を出して、うん、でその CM を見た消費者さんが、その商品が欲しくなって買いに行くと、はいはい、これ一種のチャンネルですね、うんうんうん、他にはラジオを聞いた人が、はい、ラジオでこの商品いいなと思って買うとかですね、はい、新聞や雑誌を読んだ人が、はい、まあ、その商品に興味を持って買うっていうですね、はい、実は、このマーケティングチャネル
運がそんなに多くなかったんですね。チャンネルの選択肢が多くなかったんです。そうなんですね、はい、限られたチャンネル、大きいチャンネルがいくつかあって、はい、まあ、生産者さんはですね、そのチャンネルどれかに載せればある程度ユーザーさんに訴求できるというようなのが、まあ、これまでの、はい、流れだったんですね、はいはい、だけど今はですね、このマーケティングチャンネルがものすごく増えたと言われています。そうなんですね、はい、実は消費者さんはですね、はい、今本当に自分の趣味や、うん、性格や好みによっていろんなものを見てまして、はい、例えばそれがソーシャルメディアでいうと Facebook だったとか、うんうん、Instagram だったとか、はたまた、やっぱり YouTube で、情報を手に入れている人もいれば、はいはい、誰か自分が好きなブロガーさんのブログを読んでいる、はい、アメブロを読んでいるっていう方ももちろんいらっしゃいますし、そうですね、はい、自分の好きな方をフォローしてその人の投稿から情報を仕入れているって人もいますよね、はい、うん、そうですね、はい、それがね、チラシとか雑誌とかファックスとか、まあ、もう本当に様々なところで消費者さんが情報を、まあ、得るようになって、まあ、逆に言うとですね、マーケティングをする側、まあ、商品を販売したい側としては、はい、まあ、どれを使えばいいのかわからないって言いますかね、選択肢が増えた。確かに、はい、なのでこれを適切なものを選ぶというのがものすごく重要でなってきています。確かにそうですよね、はい、例えば先日ですね、はい、お伝えした、店舗さん、店舗の場合、はい、まあ、美容室なんかの店舗の場合はですね、はい、まあ、やっぱりですね、ターゲットが決まっているので、はい、まあ、Google マップで、Google マップで、はい、割とこう近いところにいる方をに届けようとかですね、はいはい、LINE アットでもうすでに興味を持って来店してくれた人とか、はい、興味を持ってくれた人に届けようっていうね、うん、そういった、まあ、マーケティングチャレンジでいうと、はい、Google マップ、LINE アット、それかターゲットの Instagram なんかを、うん、使うとやっぱり訴求しやすい。はい、はい、そこにもですね、はい、今度は会社間の取引、売り買いってありますよね。はい、会社対会社の取引をする場合、はい、こういう場合どういうふうにマーケティングをするかっていうと、はい、営業さんが、まあ、売りたい会社の営業さんが、買う会社のに、まあ、訪問して紹介をする、はい、要するに営業さんがチャンネルとなってるんですね、はい、これがとてもこう今までの一般的な、そうですよね、はい、流れだったんですけど、はい、これもですね、チャンネルが増えたことによっていろいろ変わってきまして、そこもですか。そうなんです、はい、会社間の、はい、取引の時に、佐々木さんもご存知か分かりませんが、はい、タクシーの広告が使われるようになってきてるんですね。タクシーの広告、タクシーの広告、これどういうものかと言いますと、はい、タクシーに乗りました、はい、で座りました、うんうん、そうすると自分の目の前に、ちっちゃなテレビみたいなのが置いてあって、あ、はいはい、これデジタルサイネージがここに実は置いてありまして、で、ここに、まあ、CM を流したり、まあ、そういったあの相手の興味のあるものをですね、はい、流すことによって、まあ、タクシーってね、まあ、そんなにタクシーの中で忙しいってことはなくて、実はこう暇な時間だし固定された時間なので、はい、半強制的に、その CM を見せることができる。あ、なるほど、はい、でこれもまた面白いんですけど、はい、タクシーに乗る方ってやっぱりビジネスマンで、まあ、平日だとビジネスマンが多くて、はい、かつ、まあ、やっぱり課長さんとか部長さんとか、あの物を決めるとかですね、はい、決断する決済する方が多いので、まあ、そういった方にダイレクトに会社の商品を紹介できるということで、やっぱりこれも注目されてるんですね、はい、あ、そのモニターというかテレビの中で、まあ、あの出てくる広告をご覧になられた、はい、そうですね、課長さんとか部長さんとかが、課長さん部長が気になって、まあ、何回か見るとですね、はい、まあ、1回目はそこまで気にならない、2回見たらなんかこれはもしかして流行ってるのかな、あ、3回目見ると自分のところでも使えるかもしれないからって言って検索を今度して、へ、でなかなかいいじゃないかってなったら自分の、はい、まあ、あの部下とかにですね、あそこの営業を呼んで一回話聞こうよと、はい、もう今まで営業さんがね行かなくちゃいけなかったのは今度呼ばれていくことになるということで、すごい、そうなんですね、はい、これもなかなか面白いですね。あ、面白いです、すごく、はい、次はですね、まあ、会社と消費者の取引の場合ですね、
これもいろんな事例があるんですけど、はい、ある食品会社さん、食品会社さんがですね、はい、Facebook ページでキャラクターを作ったんですね、はい、これハム係長っていうんですけど、かわいい名前、ハムの顔をした係長がですね、はい、いろいろつぶやいたり、はい、新しい商品を紹介したり、はい、ちょっとね食品業界の豆知識みたいなつぶやくと、投稿を見た方がですね、はい、それにコメントしてくれると、うんうんうん、でコメントしてくれた人に今度ハム係長がですね、すごいスピードで丁寧な返信をするんですね、はい、すごい、これがまた面白くて、はい、みんなもうハム係長の返信が欲しくてコメントをするようになっていきまして、はい、そうするとこうどん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 その投稿が人気になっていって、その食品会社さんは新商品の、うん、紹介とか、もしくは新商品のアイデアのアンケートとか、そういったね消費者とのコミュニケーションが取れるようになってきたんですね。なるほど、はい、実はですね生産者って、はい、今までは間にいろんなね、業者さんとか卸者さんが入っていて、消費者の言葉を実は聞けなかった時にですね、ダイレクトに消費者さんとコミュニケーションが取れる、そうですね、商品のアピールもそのままできるということで、はい、またこれもですね、会社さんと一般消費者さんの、マーケティングチャンネルになるんですけど、そういったね、コミュニケーションの取りやすい SNS なんかが流行ることによってですね、そういった新しい流入系のマーケティングチャンネルが、できるようになりました。いやー、確かにそうですね、そのさっきそのハムのキャラクターを作ったという会社さんですけど、昔だとこう消費者アンケートみたいな、はい、お客様アンケートみたいなのをはがきでこう送ったりとか、はい、っていうのがなんとなくあったなって思ってたんですけど、こう Facebook でこう、ね、コメントですぐにコミュニケーションができてすぐに返ってくるってなったら、やっぱりこう使わない手はないですもんね。使わない手はないんですね。今まではですね、マーケティングチャンネルで一方的に広告を出してたのが、はい、双方向のコミュニケーションができるマーケティングチャンネルを選ぶことによって、本当にですね、消費者さんもやっぱり、商品もちろんね、はい、食品業界のこの商品がいいとか、あのブランドがいいとか、あれが美味しいっていうのは分かるんですけど、はい、そのこの会社がどういう会社なんだと、作ってる会社はどういうね、面白いことをしているのか、はい、いろんなね研究をしているのかっていうことは実は今まで、分かんなかったんですけど、このマーケティングチャンネルを上手に使うことによって、あ、この会社は面白いんじゃ、じゃあこの会社のこの商品を買ってみよう、はい、というようなね、流れも作ることができるようになってきているということなんですね。いやー、すごい、私たちの本当に身近なことで起きてるんですけど、誰に向けて発信してるかなんて正直考えてなかったんですよ、消費者としては、はい、なるほど。だけどやっぱりこう気になるなっていうのは、もう完全にこの、ね、重要性がマーケティングチャンネルというものがしっかり選んで世に出しているということを今日ね、すごく勉強になったなというふうに感じました、はい、そうなんです。なのでマーケティングチャレンジが増えてですね、難しいとかじゃなくてですね、はい、ぜひ今日チャンスが増えたんじゃないかなと、消費者さんに、マーケティングチャレンジを上手に選ぶことによって、はい、消費者さんに届くチャンスが増えたんじゃないかというふうに捉えて、聞いていただければなと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。このコーナーをお聞きいただいてですね、矢田部さんがおっしゃってるマーケティングのこのファンイコール楽しさの部分ですね、一旦でも分かっていただければいいかなと思っております。私はしっかりと楽しんでおります。ありがとうございます。はい、以上マーケティングラジオ講座のコーナーでした。皆さん、なんともエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2第4水曜日夕方5時30分からお送りしております。ぜひ皆さん次回もお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん、今回はいかがでしたか。はい、今回もですね、はい、だんだん楽しくなってきてですね、私も次は何を話そうかなとか、はい、こういった話が聞いてくれると喜んでくれるかななんて、ちょっとね、聞き手の皆さんの顔を思い浮かべながら、はい、お話ししております。ちょっともっともっと楽しんでいけるように頑張っていきたいと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部篤と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきありがとうございました。